17日に社名をスマイルアップ、スマイルアップに変更した旧ジャニーズ事務所、まさにジャニーズ帝国の画像が崩壊しつつある今、男性アイドルを取り巻く環境も大きく変化し始めている。写真、ポーズを撮る B、ファーストのメンバー福山雅治吉高由里子らを擁する大手芸能事務所、アミューズが創立45年の歴史で初めて、ボーイズ、 に特化した大規模オーディションを開催することになった大手のアミューズがボーイズグループに参入することになったのも近年ジャニーズ以外の男性アイドルグループが数多く活躍していることが背景にあるといえます。ボイメンの愛称で知られるボーイズメンやオーディション番組で注目された B、ファースト、吉本興業系の上腕やイニといった人気グループが続々とデビューして人気を得ています。 音楽関係者は話すこれまでジャニーズ・タレントとの蜜月ぶりが際立っていた『ミュージックステーション』テレビ朝日系でさえ9月29日には B、ファーストが出演するなどその画像が崩れ始めているこれまでジャニーズ・タレントがほぼ毎日出演していた『ラビット!』TBS 系でもこの2週間スタジオにはレギュラーである SnowMan のメンバーが拡週で それと映画やドラマの番宣でジャニーズタレントが二人出演しただけです。ロケ VTR でさえ、ジャニーズの出演数はめっきりと減っています。と女性し編集者は指摘し、こう続ける。そして、その穴を埋めるかのように、B、ファーストやイニのメンバーらの出演が増えているのです。明らかに男性アイドルグループが、ジャニーズから置き換わってきていると言えます。 ジャニーズ排除の動きがここまで広がっているという少佐でしょう。さらに、ジャニーズ事務所の独立組が、滝沢秀明氏40、の立ち上げた、戸部へと移籍し、勢力を強めていることも大きい。今年の NHK 紅白歌合戦でジャニーズ以外の男性アイドルグループがどれだけ出場することになるかも注目されています。一気に勢力図が変わることになるかもしれません。と音楽関係者は話す。